おはようございます。梅田恭介です。前回のタトゥーラ TW 検証動画を撮ったんですけれども、今回は実践編ということで、岡山県や倉敷川にやってきております。倉敷川ですね、私めちゃめちゃ好きなんですけど、撮影で全くいい思いしたことないんですよ。っていうのが、まあ一応アウェーフィールドではあるので、やる釣りがなかなか絞れずに、でいろんなルアー試したくって、でいろんなルアー試すとやっぱりいろんなタックルを持ってこなきゃいけないだったり、持ち歩かなきゃいけないんですけれども、今回ですね、このタトゥーラ TW80 が発売されたことによって、やる釣りは減らさずにタックルをギュッと絞れる、タックルの数を減らせるっていうことがですね、まあ、前回の、検証編の動画で分かったと思いますので、実際それをですね、このアウェーフィールドの岡山県倉敷川で、まあ、タトゥーラ TW80 実践投入ということで、今日一日釣りをしていこうと思います。しかも冬なんだか春なんだか分かんないこのタイミングの倉敷川、いやでも今回はこれタトゥーラ TW80 がいてくれますね。なんとかですね、倉敷川にリベンジしたいと思います。俺の、いや俺たちのリベンジだ。まずはスティーズ2の110の、MRF フローティングモデルですね。フローティングモデルにちょっと変換を貼って出力調整して、でフェザーフィットつけて、まあ本当冬のおかっぱりの結構代表的な使い方になってきましたね、これジャークベイト。これすごい減ったんすよ、マジで。なんか50センチくらい減ったんかな。ちょっとまだ全然春になりきれてないんで、こうグリグリドカーンみたいなのはあんまり期待できないですね。夕方もしかしたらチャンスがあるかもしれないですけどね、最高気温はちょっと高めなんで、いつもより。ちょっと待って、翔さん、ちょっと待って。あの人なんかすごいスーパーロコみたいな雰囲気あるんですよ、さっきから。で、下やっていいですかって言われて、あ、全然いいですよって言ったんですけど、下やっていいですかってことは、ここよりちょっと浅いんですよ、向こうの方が。ちょっとフラット気味で、こう浅いとこがキーになるかもしれないですね。ちょっとああいうロコの人の動きを見ながら頼りましょう、人間の動きに頼りましょう。まあ基本的にはタトゥーラ TW80 で、まあ、何でもやろうかなと思ってはいたんですけれども、まあ、今回なんでこうアルファス SBTW と合わせて3本、3タックル用意したかっていうと、まあ、こういう水門周りってこの遠くのストラクチャーももちろんあるんですけど、近距離の壁だったり、まあ、近くの杭だったり、まあ、長距離と近距離が合わさってる場所なんですよ。で、近距離も長距離ももちろん例えば TW80 でできるんですけど、でもあるんだったらアルファス SVTW のその SV スプールの強み、その近距離の例えばこういうちょっと軽めの 3.5 とか 5g くらいのリーダーレスダウンショットとか、まあ普通のネコリグとかっていうのをこう近距離に精度高くアプローチするにはやっぱり SV スプールの方が優れてるのは間違いないですね。まあ、両方とも何でもできるんですけど、何でもできる中でも特化した部分っていうところをうまく使い分けるために、タトゥーラ TW80 とアルファス SVTW を使い分けるっていう感じです。でこういう水門だったらもうこうやってタックル置いてて使って、タックル変えてまた投げてできるじゃないですか。でこれがですね、倉敷川って結構釣りする場所が多くて、
歩きながら釣りできる場所がめちゃくちゃ多いんですよ。そういった場合に2本も3本も持っていくと釣りの効率がすごく下がるし、リズムが崩れるんで、そういう時はもうお留守番しとってもらって、これ1本で投げて巻いて投げて巻いてで歩き回ると。でちっちゃいバッグでこの中にこう何でもルアー入れとき、これで使うルアー何でも入れとけば、バッグも軽いしタックルも1本だし、もう機動力がめちゃめちゃ上がるって感じですね。もう機動力はそのまま釣果に絶対つながりますんで、まあ、そういう意味でも魚が釣れるタックルであることは間違いないです。ここのポイントは、このオンがしなかった倉敷ってすごいこうめちゃめちゃグネグネしてるんですよね。でインサイドアウトサイド、インサイドアウトサイドってすごい分かりやすく、なんかこう目で見て分かりやすい川で、ですごい今減衰してるんで、てか今朝減衰したんで、インサイドに登ってた魚っていうのは落ちると思うんですけど、動くと思うんですけど、アウトサイドのある程度水深があるような場所の周りにいる魚っていうのはちょっと場所を移動させるだけで入れるんですよ。なのでアウトサイド付近のある、アウトサイド付近にある変化っていう場所を朝からちょっとずっと回ってきてて、深いところからやろうかなと思ったんですけど反応がないので、ちょっと期待を込めてスターリングシャットの 4.3 ノーシンカーだと風も流れもあるんですごい浮き上がりやすくなるんで、このサイズ感、この重量感のワームはなんで 1.3g のネイルを刺してちょっと調整してあげます。でここって表側は深いんですけど、深いというか表側は水深ちゃんとあるんですけど、内側に入る手前にあの杭の周りだけちょっと浅いんですよ。だけどバスがこう餌を食いやすいというか、まあこう引いてくるルアーに対して反応しやすい、あの反応しやすいバスが上がってきやすい場所って感じなんですよね。まあ、正直季節問わずですけど、もう食ってくるバスは食ってくるポジションにいますから、冬だからって別に深いとこじゃないと釣れないってわけじゃないし、やっぱいいサイズ釣ろうと思ったら浅いとこちゃんと巻いた方がいいですよ。めっちゃ気持ちいい。よっしゃよっしゃ、お昼ご飯食べれる。よし、いいっすね。やっぱりチャットテール好きなんですよ、マジで。4.3 ってマジもうめちゃめちゃちょうどいいし、ラピッツブレードとかラピッツスイマーにつけるのにもぴったりですよね、このサイズ感。まあ、今回単体で使いましたけど、ちょっとふわっと感を持たせたかったんで、単体の、ネイルリグ 1.3g で使いました。スタシャの 4.3 新商品です。三宅さん、お小遣いください。ご期待ください。何に。まあ、ああいうでっかいバスが食ってくるんで、ラインのポンド数って下げたくないんですよ。で、まあ、12ポンドまで下げずに14ポンドで浮いてる魚を巻いて釣るだったら、やっぱりタトゥーラ TW80 の 6.3 にモンスターブレイブ14ポンドにリビリオンの 610H MHRB、 もうこの組み合わせでバッチリです。もうこの組み合わせがめちゃめちゃ使いやすい、本当に使いやすい。いやもうこれが前回の K
検証からの実践、しかもアウェーで、もう釣れたから何でも言えます。飯行きましょう。お昼ご飯。なんとか魚が釣れたのでゆっくりお昼食べたいと思います。ちょっと今流行りのテイクアウト的なやつで外で食べようかなと思います。今日のお昼はタイヨシのたこ焼き。いただきます。うん、最高。うまー。翔さんも食べよう。ちゃんと食べる。かわいいよ。かわいい、かわいい。ぬちゃん。待ってよーって。見てほら。待ってよーっていいよ。僕、もう行くよー。午前中は、こうやるぞって決めてたところを、まあ、要するに食いそうなところ、狭い場所に入って釣りをしたんですけれども、お昼からはちょっとあの魚のつかみどころがいまいちわからないので、まあ、この1本タトゥーラ TW80 とリベリオンの 6.6101MHRB の組み合わせを持って、もうこの長い遠径を投げちゃまいて投げちゃまいて、ルアーチェンジして投げちゃまいて投げちゃまいてって感じで1本で機動力重視でやっていこうと思います。いきましょう。まあ、実際撮影の前日もしっかり下見というか見て回ったんですけど、その時もやっぱりこの1本のスタイルで動き回ってて、まあ、そうやってそのテンポよくフィールドを回れたからこそ、まあ、今日朝釣ったポイントなんかっていうのも見つけれたんだなと思いますし、逆にこう何本も何本もいろんな釣りを試しながら回ってると、まあ、なかなかああいったポイントにはたどり着けなかったなって思いますね。動き回れる、車止めてずっと歩き回るときにリズムを崩さずに釣りもしながらポイントも見ながらやっていけるっていうのは、やっぱおかっぱりのうちすごい大事だと思うんで、機動力っていうところでですね、ものすごく貢献してます。タトゥーラ TW80。 ここはもうずっと歩いていくんで、バックショート一本でいきます。このね、飛距離は半端ないですね、マジで。スターリングツインで、浅いところに石とかもあるんで、そういうのにこうコンタクトさせるイメージですね。ああいうのに石にカッと引っかかったら糸がピーンって張るんで、そういうのをポロンって外してまたフォールみたいな感じ。ここら辺は風の影響を受けにくいからこういう釣りがしやすいっていうのはありますよね。今日吹いてる風がここはちょっとブロックされてるから、ちょっとシャットテールでここまで来たんですけど、帰りは別のアプローチやってみます。こんな感じで入ってますね。
ラッピーツクランクとかシャットみたいな早めの釣りと、あとガチガチボトムに当てていくフクちゃんでしょ。でカバーもしっかりできて、で広いところはバイブレーションもできて、でここだなって食わせるところでジャークで岸際を広く下げれる、しかもタイトにね攻めやすいフィナーベルトに自身の自分のフェイバレット自信のあるボアシャトテールが入ってるっていう感じです。どうですか、これでこれに入ってるルアーが全部こいつでできちゃってるんです。ラストポイントですね、今日の夕方頑張りましょう。もうちょっとアイス、もう食えるやつだけ食ってこい。お疲れ様でした。タトゥーラ TW80 実践投入編ということで、前回の検証編でしっかりどんなルアーが、まあ、どれだけ飛ばせるかだったり、まあ、タトゥーラ同じタトゥーラシリーズの使い分けっていうのを、動画で説明したんですけれども、今回はこの実際タトゥーラ TW80 を使って実際釣り込んでみようということで、アウェイの地岡山県倉敷側にやってきてました。実際一日釣りしてみて、やっぱりアウェイの地だったり知らない土地で大事になるのは機動力だなということですね。本当にこの一つのリールで様々なルアーを高次元に扱えることによってタックルの本数を絞れて、まあ、それによって機動力が上がると。で機動力が上がることで釣りのテンポだったりリズムが良くなって、今まで以上に魚に近づけれるっていうことは絶対にあります。なんで今日釣れた一匹っていうのはこの例えば TW80 の機動力あってこその一匹だったなと、まあ、本当に思ってます。普段は基本的にはホームフィールドに行かれると思うんですけれども、まあ、全然知らないフィールドだったり知ってはいるんだけれどもあんまり行かないなっていうフィールドに挑戦する場合にですね、ぜひこの例えば TW80 の、まあ、機動力っていうところを体感していただきたいなと思います。2022年はタトゥーラ TW80 でぜひいろんな釣り楽しまれてください。それではまたお会いしましょう。じゃあね。